寝るだけで痩せる3つの方法をお伝えします。あなたはこんなことないですか？もう運動は苦手だし、もう何やっても痩せることができない、もう何もかも嫌な気持ちになったりしていませんか？そこでこの動画をご覧いただくと、あなたは3つの方法に取り組むだけで寝るだけで痩せることができるんですよ。その具体的な方法3つをお伝えしていきますね。ではまず1つ目です。睡眠時間が大切なんですね。その睡眠のその取るタイミングが大切なんです。長さではないんですね。それは何時かと言いますと、ゴールデンタイムと呼ばれる夜10時から深夜2時までの間に成長ホルモンが出るんですね。で、この成長ホルモン、実は年齢とともにもうどんどん減少していくんです。もう20歳をピークにですね、20代でもう2分の1に減ります。30代で3分の1、40代で4分の1、50代でもう5分の1と、もうこんなにっていうぐらいですね、もうどんどん減っていってしまうんですね。なのでただでさえこの成長ホルモン年齢とともに減っているのに、10時から2時の間に寝てなかったとしたらいかがですか？もう怖いですよね。それだけこの成長ホルモンを味方につける必要があるんです。それはなぜか、すごい力をですね発揮してくれてるんですね。もう1番、脂肪を燃やす力があるんです。ですからもう寝てるだけで、先ほどの時間帯ですよ、あなたの脂肪を燃やしてくれるわけです。またそれだけではなくてですね、骨を強くしてくれたり、肌を再生してくれたり、もう髪の毛もそうです。で、筋肉を強化したり、集中力をアップさせてくれたりと、まあ、こんなにメリットがある成長ホルモン、いかがですか？もう味方につけないわけにはいきませんよね。なので睡眠時間の長さというよりはそのタイミングです。夜の10時から2時までは痩せるためにもどんどん睡眠確保していきましょうね。では次です。2つ目です。1つ目はこの成長ホルモンを味方につけるでしたよね。次です。別の動画でも何度もお伝えしておりますけれども、プチファスティングです。プチ断食をして寝ればいいんですよ。こちらです。何かどんな風にしたらいいのかということなんですけれども、こちらです。プチ断食です。その日のですね、夜ご飯を1回お休みするだけなんです。プチ断食、プチファスティングと言いますのは、あなたのですね、お腹の中を空っぽにしてあげる時間を16時間確保するだけで OK なんです。ですからやはり睡眠時間プラスその前後数時間を使ってなんとか16時間確保してくださいね。で、そうするとだいたい12時間以上経った頃から脂肪がどんどん燃焼しだすんですね。ですから12時間以上は作った方がもちろんいいわけですね。でプラスそのプチ断食明けは消化に良いものから召し上がってくださいね。いきなりこうこってり油物とか食べるとですね、やはり胃腸がもうびっくりしてしまうので気をつけましょう。そしてそのプチ断食をすることですね、その空腹の時間を作ることでその遺伝子をですね活性化する必要があるんですね。もうどんどん脂肪が燃えるプラス、それだけではないです。もっとプラスアルファいいことがあるんですね。それはあなたが細胞レベルで若返ることができるんです。この別名若返り、ホルモン、長寿遺伝子と呼ばれるですね、ホルモン遺伝子があるわけですね。細胞レベルですよ、すごいですよね。それが三純遺伝子、別名長寿遺伝子と呼ばれるものですよね。これはその傷ついた細胞ですね、修復してくれるんですね。その方法が先ほどのプチ断食、プチファスティングなわけです。こちらじゃないですね、こちらです。
サーチュン遺伝子、長寿遺伝子があなたの傷ついた細胞をどんどん修復してくれるので、細胞レベルでその若返ることができるんですよね、若返りです。で、あとアリポネクチンというこのホルモンがですね、その血管の大掃除をしてくれたりとか、傷ついたその血管をこう修復してくれる、まあ、優れたですね、力を発揮してくれるんですよね。それはやはり空腹の時間を作ってあげることでこのホルモンも活性化しますから、あなたは1回晩ご飯をお休みして空腹時間を12時間以上、まあ、最低、まあ、12時間から16時間確保してあげるだけで、どんどん脂肪が燃える、そしてこの長寿遺伝子が元気になって細胞を修復してくれる、そしてこのアリポネクチンが血管を若返らせてくれるんです。すごいですよね。なので一回夕食お休みして寝てるだけで、その寝てる間にこういったことがどんどんあなたのお体の中で起こっているということなんです。では方法の3つ目です。次はですね、しっかりとシャワーではなくてお風呂に浸かりましょうということです。それはなぜかと言いますと、やはりシャワーですと、そのあなたの臓器、内臓がですね、温まらないまま終わってしまうわけですね。そうするとやっぱり腸が冷えたまんまなわけです。もうこう中はこう焼いたお肉でもこう中がこうレアみたいなね、生のままってあんな状態なんですよね。ですからやはりしっかりあなたの体温を上げる必要があるわけです。低体温はですね、代謝が下がってしまいますから太ってしまうんですね、そういった意味も含めてしっかりお風呂に入ることが大事、体温を上げましょうです。体重を測る前に体温を測りましょうというぐらい、体温ってですね、ダイエットとすごくそのリンクしてるんですよね。まず体温を上げましょうです。もしあなたの体温が36度ない35度台であれば大変危険です。健康上もよろしくないんですね。もう病気にかかりやすい、免疫が落ちてしまう、太る、もういいことゼロです。そのため36.5 から 36.8 度はやはりキープできるように、あなたのその体温を上げてもらいたいんですね。で、体温が1度上がるだけで代謝が 12% も上がるんですよ。すごいですよね。きつい運動しなくてもその体温が上がれば代謝が上がるわけですから、運動が苦手な方は特にここポイントですよね、運動ももちろん大事ですけどね。低体温にそのなってしまうと逆に代謝がこう衰えてしまうわけですから、その処理能力が低下するわけです。カロリーを取っても処理できない、そうなるとやっぱり溜め込むわけなんですよね。そうすることで、タプタプこう水分でこう水ぶくれ、水太りしたりとか、脂肪がこうどんどん蓄積しますから、こうタプついた体にこうなってしまうということなんです。そこでその入浴方法おすすめがあるんです。もちろん普通にこう湯船に浸かるだけでもいいんですよ、最低15分とか半身浴していただきたいんですけれども、私のおすすめのお風呂の入り方は2つあります。こちらです。2つ目は塩浴です。私別の動画でもですよく塩浴してますってご紹介することがあるんですけども、もうこちらですね、塩浴、私がこうアドバイスしてですね、もうぜひしてみてくださいねってお伝えした方が、クライアントの方がですね、先生塩浴すごい、もうめちゃくちゃ汗かきましたって、でも肌もツヤツヤでこうザラつきがね取れるんですねって喜びの声いただいているんですね。その方法です。塩を、天然のお塩を使ってください。精製された後のこうミネラルがこうなくなってしまったものではダメですよ。しっかりとミネラル、マグネシウムとかがですね残っているものを、1回あたり 500g から 1kg、私はもう 1kg 1袋全部使うんですけれども、湯船にも全部入れてよく、溶かして、半身浴してください。もう本当にね、デトックス効果大ですし、体温も上がります。でまたお肌がちょっと弱い方とか、お塩浴以外にもちょっと別のものを試したいなっていう方は、この生姜浴もおすすめです。生姜のすりおろしをですね、100から 300g 用意していただいて、だしとかお茶っ葉をこう入れるパックがありますね。だしパックに、お茶パックでもいいです。そういったパックにちゃんと生姜を詰めて蓋をして、輪ゴムとかするともっといいと思うんですけれども、それを湯船に入れていただいて、もうしっかり
温まってください。もうこちらもですね効きます。そして、まあ、お風呂から上がったらしっかりこうシャワーで、まあ、表面流していただいてですね、お肌が弱い方は特に流してからお風呂上がってくださいね。さあいかがだったでしょうか。このですね3つの方法、1つ目、10時から深夜2時のゴールデンタイムにしっかり寝て成長ホルモンを活性化させること、2つ目、プチ断食プチファスティングをすることでどんどん脂肪を燃やしてホルモンや遺伝子を活性化してあげることでしたね。で3つ目はこの体を温めること、基礎体温を上げて燃えやすい体にしてあげること、方法は塩浴であったりこういった生姜浴でしたね。以上をこの3つの方法を使って、あなたはあとはですねこの方法をした後も寝るだけでいいんです。もう寝るだけ、寝るだけであなたのお体の溜めてしまった脂肪がどんどん燃えてくれて、お体がですねもう細胞レベルで綺麗に若返りながら痩せることができるんですよ。そしてまた、今回の動画のお話プラス、私別動画でですね、痩せる夜 の、 あの5つの習慣という動画をアップしております。こちらもぜひ取り組んでいただきますとより効果がアップいたしますよ。ぜひ、このちら詳細欄にリンクを貼っておきますのでご覧いただければと思います。さあいかがだったでしょうか。この動画のお話、あなたご自身そして周りの大切な方々のためにぜひぜひお役立てください。そしてどんどんシェアして差し上げてください。またお話が役に立ったなと思ってくださいましたら高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。